ちゃんのお片付け劇場、しつけのポイント4か条、始まり始まり。先生、ちょっと聞いてください。どうしたの？コピちゃん、うん、部屋片付けてくれないんです。そうなんだ、うん、何回も片付けなさいって言ってしまうんです。わかるわかる。でもね、お母さん、うん、ここにおもちゃを入れてねって言ってあげてるかな？言ってないかな。ママも一緒にやってみてあげたら、うん、すぐできるようになるよ。そうなんだ。じゃあ一回やってみます。はい。先生、どうしたの？またコキちゃんを片付けできないんです。そうなんだ。何回もお片付けしなさいって言ってイライラしてしまいます。わかる。そうだよね、でもそんな時は、何回もね、同じことだけと、お片付けしなさいねって言ってあげて、お母さんも一緒にお片付けしてあげてくださいね、はい、そしたらね、何回もやっていたらできるようになるよ。わかりました。頑張ってみてね。頑張ってみます。はい。先生、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先生、聞いてください。どうしたの？コピちゃんを1個、お片付けできたんです。すごい。偉いね。嬉しい。すごい偉いねってコピちゃんに言ったんですよ。わあ、よかったね、コピちゃん。一つでもできたら、褒めてあげてください。しつけのポイント4か条、3番目。認めて褒めてあげましょう。一つでもお片付けできたら、偉いねって褒めてあげるとお子さんも自信がつきます。コピちゃん、よかったね。ありがとう。コピちゃんも頑張ろうね、明日もね。頑張れ頑張れ。先生。はい、こんにちは。こんにちは。コピちゃんね、少しずつお片付けできるようになってきたんです。偉いね、コピちゃん。すごいでしょ。言ったり、お片付け一緒にやってあげたから、できるようになってきたんだよ。嬉しいです。また先生、話聞いてくださいね。はい、ママもよく頑張りました。ありがとうございます。しつけのポイント4か条、長い目で見守りましょう。お母さんが一緒に、お片付けを手伝ったり、何度も言ってあげることで、だんだんできるようになるので、諦めずに言ってみてあげてください。今日も見てくれてありがとう。楽しんでもらえたかな？次回もお楽しみにね。バイバイ。